沖縄民政府とその職員沖縄民政府はアメリカ軍政下の沖縄諸島における行政機構。1946年4月に設立された。1950年に設置された琉球列島前、国民政府は全く別の組織であり注意を要する。沖縄民政府の表札沖縄民政府は先行する軍政府の諮問機関であった沖縄市巡回を 継承する形で設立され、その役割は、軍政府の命令を住民に伝え、まさしく履行される、要促進することであった。しかし、その民政は名ばかりであり、実態は二密布告に基づき確立された、琉球列島米国軍政府の絶対的権力の下にあった。民政府のトップには、 沖縄民政府知事が置かれ、沖縄市巡回委員長の指揮や高信が任命された。知事の諮問機関としては、沖縄議会が設置されたが、議員は、軍政府の任命により、これも公選ではなかった。同時期に、奄美諸島では、臨時北部南西諸島成長、宮古諸島では、宮古民政府、八重山諸島では、八重山民政府が設立されているが、 いずれも知事及び議員は公選でなく、軍政府の任命によるものであった。1950年、ジョセフ・ R シーツ陸軍少将による政策転換により、沖縄民政府に代わる形で、奄美沖縄、宮古、八重山の各諸島に、軍統政府及び公選の知事と議会が設置された。沖縄民政府の建物、沖縄民政府の旗。 将来の沖縄中央政府の旗となる計画もあったが後に放棄され使われなくなった沖縄議会は沖縄民政府知事の諮問機関で戦前の沖縄県会議員と米国軍政府の任命議員によって構成され1949年に沖縄民政議会に改組された同議会は議会といっても議決機関ではなく知事の諮問に応える権限しか与えられなかったが後に 沖縄人民党書記長や日本共産党、福井委員長を務めた、瀬永亀次郎や戦前に、沖縄県会議員であった、中曽根玄和など、議員の中には、民政府を厳しく批判する者も,もいた。また、1947年6月に、沖縄民主同盟が、戦後の沖縄で、最初の政党として結成され、続いて、同年7月には、沖縄人民党が、10月には、 沖縄社会党が結成された。いずれも沖縄議会を通じて、知事や議員の公選などの民主化を要求し、民政府を批判した。ありがとうございます。